そうですね、非常にまあ落ち着いているような感じを受けますね。はい、2番の佐藤良平、非常に足の速い選手。川村キャプテン、猿川左打ち、横倉、千葉が左打ち、佐々木2年生が7番、菊池がサウスポーで左打ちです。ラストバッターは佐藤龍二郎。サードは浅め、何か意図を持って一球一球見てくるタイプの佐藤良平です。サードの森が動かされました。バントもうまいですよね。うまいですよね。本当にこうピッチャーにとってはこう打ち取りにくい打者ですね。内野浅めです。もうあの内野の守備位置を見ますと一塁ランナーがいて送りバントするんじゃないかっていうのはね、はい、体制できてますよね。横浜隼人も初出場ですが非常に対応力があります。バッターを見てカウントノースリー。佐藤良平選手のタイプですともう一球見ますかね。はい、見ると思いますね。いやー見た、フォアボール、ワンアウトランナー一塁です。3番のキャプテン川村にアウトを1つ取ってフォアボールを1つ、まあ、今警戒してましたからね、はい、まあ、あとね飯田君の気をつけないといけない部分はこういうところですよね、はい、やはりこう気を使いすぎてフォアボールを出すというところですね。あ、なるほど、うん、相手が見えないぐらいの方がいいですよね、はい、3番のキャプテン川村ヒッティングの構え。あ、ランナー戻った、ランナーベースに戻りました。初球はヒッティングの構えで見送って、右の今岡投手がエースナンバー、ランナースタート、盗塁成功、タイミングをつかみました。ワンアウトランナー二塁です。まあ、そこまでね2つこう牽制をされながらですね、きっちりその投手の癖を見てるんでしょうね。あ、なんですね、素晴らしいスタートですね。戻ってましたから、もしかするとタイミングが取れないが終わったら、そんなことないですね、はい、走力があります。見事な走塁です。ワンアウトランナー二塁。横浜隼人の投球練習場は背番号10番、萩原投手が投球練習をしています。ファウル、ここはね飯田君としてはもう本当にバッターに集中して、はい、セカンドランナーはもうある程度こう目に入れなくてもいいような気はしますね、はい、まずはとにかくバッターでアウトを取るということですね、はい、仮にあのサードへ進まれてももう一つアウトを取るということですか、はい、そうですね、とにかくそれぐらいの気持ちの方がですね、はいはい、3番の川村ですが少し左へ外野を寄せています。水谷監督、ファウル。この川村選手というのは引っ張らない傾向はあるんですか。はい、そうですね、割とこういう左投手なんかにはきっちりとセンター方向へ狙える打者ですね、うん、はい、打球に力ありますよね。はい、ありますね。三遊間が少し広く空いています。追いつくか、追いつきました。二塁ランナータッチアップ、佐藤は三塁へ、ツーアウトランナー三塁。なかなかのスイングに見えましたが、どうだったんですか。はい、少しだけね、高めのボールであったんでね、それで差し込まれた感じは受けますけどね。あ、まあ、でもやはりスイング力はありますよね。ですから、まあ、飯田君も
やはり本来の持ち味はおそらく変化球をねしっかり低めに集めて打たせて取るタイプだと思いますのでね、あともう少しボールを低めに集めることを心がけた方がいいですね。接戦の長崎日大戦で2本のヒットを放っています4番の猿川、ベースに近いところに立っています。遠く、でもこれだけの体をしてですねベースにあれだけ覆いかぶさってくるとなかなか左投手インコースには投げれないですよね。あの上から見ると膝のラインはもうベースにかかりそうな感じですもんね、はい、それでもインコース投げますね。そうですね、やはりそれは必要ですよね。なかなかこれだけ寄るとインコース打てないですからね。あ、行きます、外に行ってしまいましたが、はい、狙いは行ってます。この1回を通過できるかどうか、ゼロに抑えられるか、相当違いますね。相当違いますね、特にここまでねあまり投げてないピッチャーですんでね。インコース、おっと弾いた、いいコース抜けた、タイムリー先制点、岩手の花巻東1対0、4番猿川のタイムリーヒット、センターへ返していきました。先発菊池が初回を0点に抑え4番の猿川返しました。強振せずにコンパクトにねしっかりセンター方向、今は目もしっかりセンター方向を向いてましたね。盗塁も行きました。